みんなが思ってると思いますよ。だからそういう勘違いしてる人はもう首飛ばすしかないんですね、これね。生産物を国が一旦買い上げるっていうのは行政上すごくコストの大きいことですし、国への依存度が高くなると思うので、農学部の枠の操作とか、もっと農協へのアプローチとか、地方レベルでできることの方がいいんじゃないかなと思います。どうですか？どうなんですかね。ごめんなさい、今いただいたご意見もまた、検討してみたいと思いますけれども、おそらく小さな枠組みでこちょこちょやってもしょうがない話だと思うんですよ。大々的にこれはやっていくということを進めていく必要があるんだろうと。もちろん資金源は国で、それでコストがかかったとしても、それをコストかかって当たり前なんですよ。でコストがかかるってことで、さまざまな、公的なサービスだったりっていうものを絞られていくわけですね。これ小さい政府になっていったわけです。そうではなくて、国民生活にとって絶対的に必要なものっていうのは赤字でもやるんですよ。そこから利益を得ようと思わないってことですね。これは国防にて必要なものであるっていう扱いです。だからミサイルを買いたい、戦車を買いたい、飛行機を買いたいとか、銃を買いたいとかっていうようなレベルを超えたところの、さらに国防に必要な物資であると。国民生活にとって絶対的に命をつなぐために必要なものであるから、これに対してコストが多少かかるとかっていうことは、これはもう私は考えなくていいものだというふうに思ってます。今の国会議員さんの全体で本当に日本のことを思って行動できているなって思う人は全体の何パーセントくらいいると感じますか？難しい問いですね。というのは、みんながみんな日本のためにやってると思ってると思います、はい、で向かってる方向性が違うっていうか、光を当ててる場所が違うということだと思いますね、うん、だから例えばですけど、先ほどからね、政策を売るということをやり続けてきた政治によってこの国は壊れたっていうことを言いましたけど、その政策を売り続けてるっていう気持ちはないんでしょうね。例えば大資本、その大企業が儲かることによって国内にもお金が回るじゃないか、中小企業も潤うんだろう、労働者だって賃金上がるかもしれないみたいな気持ちでやってる可能性があるっていう、認識は勘違いっていう部分でおそらくそういうねじれが起こってると思うんですけど、はい、だから自分は国のために、ならないことをやってるっていうことで、多分メンタル保てないですね。だから自分がやってることは間違いなくこの国のプラスになることだっていうふうに、みんなが思ってると思いますよ。だからそういう勘違いしてる人はもう首飛ばすしかないんですね、これね、はい、ジャッジするしかないだろうと。どうですかね？その通りだと思います。多分私たちから見てそんな差別発言とんでもないと思ってるいるじゃないですか、そういう議員も。だけど本人にしてみたらそう思ってないんですよね、多分。だからもう選挙が最大だと思います。私たちの力をそこで、そういった議員はいらないんだっていうことをちゃんと意思表示して落とすっていうことをやっていく必要があると思います。そして自分たちがこう目指す、社会とこう同じ方向にいる議員を増やすっていうことによって、本当に国のためと自分が思う人たちの仲間を議会の中でも、増やして政策実現するっていう方向に向かいたい、本当にそう思います。安倍晋三事務所の近所に住んでいたから言いますが、そこで怪しい船を何度も見ました。あいつらの資金源は多分北朝鮮の覚醒剤です。統一教会の資産をちゃんと凍結して、金の流れをちゃんとチェックして、麻薬資金は没収してください。で寄付を受け入れた、分かって麻薬資金と分かってて寄付を受け入れた人についてはきちんと逮捕してください。お願いします。ありがとうございます。もうそれ警察に情報提供してください。安倍さんの事務所の近くに何ですか、船がついてそこから薬物を運ぶって、それ漁船で来てるんですか？まあ何で来てるか分かりませんけれども、まあ、何かしらのそういうマネーが動いてるんじゃないかというご懸念を持たれてる方ですね。ありがとうございます。すいません、お願いに、いきなりで失礼なんですが、お願いに伺わせていただきました。日米合同委員会の抗議凱旋を、入山のホテル前で2月1日に行いました。で合同委員会、米国側代表に合同委員会
すいません、すぐ終わります、合同委員会廃止を求める要求文というのを、米国側代表に手渡しました、3月28日に、再度、行うんですが、まあ、もしよろしければ令和新選組さんにコメントだけでもいただけますとありがたいと思い、本日お伺いさせていただきました。どうもすいません。とんでもないです。ありがとうございます。まあ、派手にやりすぎて殺されたらどうするんですか、私たちが。そちらの方はね、もう自分たちで動くって決められた方なので、非常に尊い活動だと思いますよ。日本国内にもそういう、なんだろうな、分かってる人たちがいるんだっていうことの意思表示っていうのは、ものすごく意味があることだと思いますね。ブラックボックスは許さないということを、やっぱり声を上げるってことは、素晴らしいことだと思います。はい、ありがとうございます。あと328、3月28日のどうなってるかってことに関して、ちょっと今、私の手元、スケジュールとかっていうのをちょっと合わせられない状態なので、328にそういう、不穏な動きがあるってことは、覚えておきたいと思います。中小企業を元気にさせる方策を具体的に教えてください。ありがとうございます。ものすごくシンプルで、彼らにとって消費税っていうものはものすごく重税になるわけですね。赤字でも払わなきゃいけないと。一方法人税は赤字ならばこれは免れると。で、赤字でも払わなきゃいけないっていう、あ、当然だろう、それ預かってきてるもんなんだからっていう人たちいるんですけど、預かってない人たちも多いわけですよ。つまり何かって言ったら、消費税が上がりますと。で、これ値段に転嫁したいです、転嫁するんだったらお前との取引は終わりだと。じゃあもう泣く泣くその分を背負わなきゃいけないっていう人たちも大勢いるってことですね。立場によってそういうふうにさせられてる人たちもいるわけだから、ある意味でこの消費税っていうものがなくなった時には、その 10% っていう重荷が取れた時には、かなり中小企業にとっては、地域企業にとってはプラスになっていくだろう、そう思ってます。